はい、どうも皆さん、こんにちは、太郎でございます。今回ですね、またまたマックに行ってきたんで、今回これを買って、紹介したいと思います。なんかやることねえじゃねえかとね、思ったかもしれないですけどね。とりあえず、超喉渇いてるんで、コーラ飲みます。朝起きてまだ何もね、時間が経ってないんで、もう 寝起きですね。とりあえずコーラいただきます。あー、うまー。多分ね、今回食べる中でコーラが一番うまい。今回ですね、月見バーガーを買ってきたぞということです。七味香る牛すき月見っていうのを買ってきました。中身はね、こんな感じになってまして、まあ上から、月見のソース、ベーコン、で、卵、チーズ、で、ハンバーグ。で、最後下に僕のは牛すきみたいなやつをが入ってますね。タレみたいな感じで。いただきます。うん、うん、期待通りですね。こう月見バーガー僕結構好きで、マックの中では月見とロコモコが僕の中でトップで好きなんですよ。季節限定系だと。で、月見これ今回牛すきのやつにしとけば、しないとこのなんかふわふわのバンズみたいなのにならないんで、牛すきにしたんですけど、牛すき自体はですね、は入ってない気がするんだけどそんなことないよね。あ、はい、あ、ちょっと僕がまだ食べてなかったんだ。もう一回食べます。牛すきはあってもなくてもいいけど、どっちかというと僕この上のソースが、月見のソースが好きなんで、で、まあチーズも入ってるんで、もう言うことないですね。もう安定通りの美味しさですという感じでございました。はい、普通にうまいって感じですね。じゃあ次、今日巻きがかかってますからね。次はですね、伝説のあの動画、今日はマスカットを食べたいと思います。あの動画誰が見るねんってね、誰が見るねん、もう誰も見ないっていうね。マスカットこうやってやって、こうやってって喋るだけの動画あれを公開した直後に自分のね、あの仲間と電話したんですけど、あの動画を上げた時、お前頭おかしくなったのかと思ったって言われて、いや、ほんとそうだよね。あれは狂ってたね。俺、こんな面白い動画撮ってる俺、天才だと思うと思って、撮ってたからね。どこも面白くないからね。マックシェイクのマスカット版みたいなのが売ってたんで、ちょっと買ってきました。あ、今回はこれなんだ。なんか、紙ストローだね。まあ、いいや、いただきます。ああ。せっかくうるさいな、これ。フィレオフィッシュ。うまい。あー、まあマスカットがうまいっていうよりは、駄菓子っぽいマスカットって感じだね。こういうの言っちゃダメなんだ。そうこれも言われて、なんか食べたらうまいってとりあえず言えって言われて、確かにそうだと思って、じゃあいただきます。うめー、これでしょ、これでしょ、これが大事だ。うまい、うまいって感じでもね、多分マスカットの方がうまいよそういうこと言っちゃダメなんだ。こうマスカットね、こうマスカット、うん、俺が食べてるマスカット一房1000円するとかって言ってたんだけど、もっとするみたい。もうでもさ、マスカットのマックシェイク紹介するのにマスカット持ってきたら、もうそれ絶対ダメだよね。それ絶対ダメなことだよね。だけど、あの砂糖いっぱい使ってるマックシェイクより、カロリー高いマックシェイクより、こっちのマスカットの方が全然うまい。一緒にこうやってね、ちょっと入れてみて飲んでみようとかって食べてみようと思ったんだけど、それだとマスカットが負けるなと思ったんですよ。コーティングされたマスカット、いただきます。全然マスカットの方が甘い。もうマックシェイクがなんか味薄く感じるもん。そのぐらいこのマスカットうまいですもうこれ何の動画、これ何の動画、もういいや、これ逆に面白い、俺は今面白いの。あともう一個、ナゲットのソース、柚子胡椒のソースがあったんですよ。で、柚子胡椒僕大好きなんで、柚子胡椒ちょっと、柚子胡椒のやつつけて食べたいと思います。うん、あ、柚子胡椒美味しくはないなすんごい美味しい。ラスト、これは多分僕美味しいと言ってくれる、マックカフェにしか売ってないやつなんだけど、期間限定かなんかで全国のマックでも買えるみたいな話を聞いたんですけど、ホワイトチョコストロベリーフラッペ&マカロンラズベリー。ラズベリーか、俺ラズベリー嫌いなんだよなそういうこと言うなっつってね。ホワイトチョコソースフラッペにラズベリーマカロンをトッピングしたほんのり甘酸っぱく華やかな一品です。ホイップクリームには卵、チチじゃない、ニューを使用しています。610円高いね、これ610円もすんだ。そのぐらい、まあそんな感じですね。あとホワイトチョコのなんかかけらみたいなのがいっぱい乗ってますね。じゃあちょっと上の部分いただきます。いただきます。うん、
美味しい美味しい。ホワイトチョコうまいわ。ホワイトチョコ僕好きなんで、じゃあちょっと混ぜて飲んでみます。いただきます。うんうん、ラズベリーさはあんまり感じないんだけど、それがいいんでしょうね。僕ラズベリー嫌いなんだけど、十分美味しい。これすごい美味しい。これうまい。このシャリシャリっとした感じがかき氷みたいで、まだ外暑いじゃないですか、言うても中秋の名月言いながらもね、そんな時期にぴったりだね。マカロンも食べてみようかな。ちょっと行儀悪いんですけど、いただきます。うん、マカロンうま。マカロン大好きなんですよ僕。一番上のホワイトチョコとか下に溜まっちゃってるラズベリーかな、これわかんないけど、の液みたいなの全部混ぜてやっぱ飲むのが一番うまいね。うん、これ氷もうちょっとシャリシャリでもいいかもしれないね。なんか安いかき氷感を感じちゃう。だってこれ610円でしょ。610円でこの氷はちょっとうんって思っちゃうね。そのストロベリーがそんななんか、なんて言うんだろうな、いわゆるいちご味じゃないのよ。ちゃんとしたストロベリーって感じだから、そこは美味しいですね。であとマカロンもめちゃめちゃ美味しい。食感が変わって、うん、めっちゃ甘いけどね美味しかった。今回食べた中順位発表したいと思います。1位コーラ、2位マスカット、3位月見バーガー、4位いちご、5位マスカットシェイクで、最下位が柚子胡椒でした。平均的にでもすごい美味しかったですよ。なんで俺がこんな美味しい美味しいって言わないかというと、単純にさっきお寿司を食べたばっかりだからお寿司食べすぎちゃってちょっとお腹いっぱいなんで、うめえね。やっぱでもそういうもあるでしょ。いやうまいけどとかね、美味しいけど、その時の自分のテンションとかにもよって変わるとは思うんですけど、基本的に全部すごい美味しかったです。はい、僕の期待を裏切ってくれたのはこれだね。これ結構うまかったって感じで、お送りさせていただきました。まあこんな感じで、ね、僕が普段気になるものをちょっと食べてみたり、気になるガジェットを紹介したり、なんかいろいろ喋ったりする、もうほんとわけのわかんない、もうこの方向性もう方向どこって、もう全方向に向かってるぞみたいな感じのこのチャンネルなんでございますけれども、今後ねちょっとでかい感じでやろうかなと思ってるのは、自作 PC を作ろうっていう話を自分でしてて、勝手に自分でしてて、なんでちょっとその自作 PC 作るのをちょっとまた動画で撮っていこうかなと思います。で僕作ったことないんで、ちょっといろいろ周りの人とか、まあ、皆さんにお伺い立てながらやっていきたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録していただいて、面白いなと思ったら高評価、なんやこいつと思ったら低評価押していただければと思います。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。